皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も週刊 FP のレベマの比較やっていきたいと思います。はい、ということで、ヨーロッパがね、試合なかったんですが、まさかの結構なサプライズ、本当アフリカネーションズカップからワールドカップ予選まで幅広く対象にしてくれた今年のコナミさんはなんか違いを感じますよね。国代表でいうことで、ちょっと偽物ユニフォーム多いですけど、アルゼンチンと、左下のペルーの選手は多分本物のユニフォームっぽいね。あとはまあベタ塗りのねユニフォームなんですけど、まあ、今年のねコナミさん、ヨーロッパだけじゃなくていろんなとこからね出してくれるみたいなんで、その辺も非常に楽しみですし、まあ、今年ワールドカップがあるからその辺のなんかで FP 化もちょっと楽しみですけどね。はい、ということで、まあ、加工データが若干吹っ飛んでおりますので、全比較ができないのが残念なんですけど、なるべくデータ引っ張り出しましたので、復元しましたので、そちらもねチェックしていこうと思います。そして評価基準が曖昧だったので一応このように設定してみましたので、まあ、選手の評価をね、見る時の参考にしていただくといいかなと思います。はい、ということでやっていきましょう。はい、まずサラ行きましょう。サラに関しては強化度が上がりました。前回1月に来たんですけど、そこよりもしっかり強くなっております。まあスピード瞬発は相変わらずで、得点力、足元、パスも今回ってしまった、今回評価されましたので、かなり、使いやすくなったインサイドレシーバーかなといったところです。本当インレシが苦手じゃない方はかなりハマると思います。苦手な方は真ん中で使いましょう。はい、ちなみにサラ前回来た1月の分と比較すると、やはり強化度もしっかり上がりましたので、まあ、下がってるところも多少ありますが、今回の方が強くなってますので乗り換え検討でいいと思います。はい、続いてマネですね。マネも強化度はサラーぐらい強化されてますね。こちらもスピード瞬発はじめ圧倒的に高いですし、まあ足元も言うまでもなくという感じですよね。まあヘディングが82あったりとか、今回フィジカルが6上がりで80超えてくるので、まあ、空中戦なんかもかなり強みは増したかなという感じです。チェイシング持ちで、スピード瞬発99ということで、かなりプレッシャーをねかけられそうですよね。まあ、やはり決定力がね90超えてくるとなお良かったかなという感じはします。はい、続いてディマリアですね。ディマリアもいい強化されてますね。トップ強化は6とか5とか上がってます。ポジション適性が広いのが個人的にね、いいなと思うポイントですし、あとはチャンスメーカーとして CMF で使って無印で使えるところも個人的には好きですね。足元、パス、あとはセットプレー系とかスピード瞬発、まあ、この辺はしっかり高くて、まあ、得点力もある程度高いですよね。まあやはり難点はフィジカル面とプレイスタイルのチャンスメーカーというところですかね。あとディマリアのいいところはスキルがいいですよね。根下コントロールループ、あとパス系は非常に揃えてますので、ほんとパスサッカーとかにはかなり向く選手かなと思います。ほんとサイドで使っても真ん中で使っても輝ける選手だと思うんで、この辺はかなり重宝する選手ではありますし、コンアン7とあと PSG 所属なので、ライブアップデートが安定してくるところが非常にディマリアの魅力です。はい、ちなみにディマリア過去版をね、なんとか復元いたしました。ということなんですが、ちょっと一番強いかな。右下の数字が一応強い順番を表してるんですけど、まあ、スキルもちょっと変わったんですけど、ラボーな PK キッカーぐらいではちょっとこの差は埋められなかったですね。はい、続いてサロモンロンドン行きましょう。ハットトリック男ですね。こちら得点力爆上がりで8上がりになってます。さすがハットトリック。ということなんですけど、ポストプレイヤーでワンタッチパスを持ってて得点力爆上がりで、やはり体の強さなんかはかなり魅力を感じますよね。あとコンアン6ということで、この辺も安定してきそうですし、まあ、ポストプレイヤーらしくフィジカルだけじゃなくて足元パスもね80超えてきますので、この辺は安定感抜群かなと思います。まあ、ただ、まあ、最近スピード瞬発がめちゃくちゃ高いポストプレイヤー何人か見かけたので、まあ、その辺がもうちょっとというところではありますよね。あとはスキル追加ができますので、本当何つけるかによってかなり化けると思います。ダブルタッチ、あとシュート系も少ないですし、あとスルーですね。まあその辺が考えられると思います。はい、続いてバイリー行きましょう。バイリーは2度目ですかね。こちらもしっかり8上がりのトップ強化になってますので、かなり強化されてると見ていいですね。スピード瞬発持ち合わせるハードプレスのセンターバックで187センチとサイズも悪くないですし、あとスキルがパーフェクト、センターバックに必要なのがこの5つですよね今のところ。フィジカルカンストしていて、ディフェンスの能力もしっかり高い。もう欠点はないですかね。ほんと、コンアンが4なのと、あと試合にバイリーは多分出てないよね。そこが気になるところ。はい、過去版出ているので過去と比較するとそうですね。まあ、今回インターセプトがついてますし、能力バリバリに強くなってますので、まあ、今回乗り換えてもいいかなと思うんですけど、前回に右サイドバックの適性があったので、まあ、右サイドバックで使っている方は前回のままでもいいのかなっていう感じです。
はい、続いてジャハン・バフシュいきましょう。イランの選手ですね、今回トップ強化が10上がりとめちゃくちゃバリバリ超強化になってますね。グランダーパスも9上がりだ、しっかり強くなってます。こちらの選手コンアンが4なので、まあ、ちょっと B 評価にしたんですけど、まあ、フェイエノールト所属だと思うので、その辺ライブアップデート試合どれぐらい出てるのか分かんないですけど、その辺は期待できます。今回スキル追加がスルーパスということで、まあ、枠は埋めちゃったんですけど、パス強化も含めてかなりスルーパスついて安定はしそうですね。あとは適性がサイド中心ということで、本当監督使ってる監督によっては使用ポジションがないのが痛いところです。スピード瞬発はじめサイドの選手ウィングストライカーらしい能力ですね。やや決定力得点力に不安が残る点は気になるところです。はい、続いてもアジアからマシューライアンですね。こちらも結構強化度は高めになってるんですけど、まあ、身長ですかね、184センチ、まあ、コンアン6あったりするんですけど、ゴールキーパー系能力もカンストが1つということでちょっと物足りないって感じね。はい、続いてアムラバトですね。こちらボックス2ボックスですね。185センチ、スタミナ抜群です。まあ、どちらかというと守備的ですかね。得点力はやや低かったりするので、どちらかというと守備的なボックス2ボックス。スピード瞬発も85超えますし、足元なんかも高くて、パスはどちらも88、スタミナガンスとディフェンスの能力もまあまあ高いですよね。それでコンアン6あって、適性広くて、今回インターセプトもつきましたので、かなり守備が安定してくる B2B かなと思います。まあ、ただ全体的にはフィジカルがね、85とか超えてくるとなお良かったですし、あとマンマーク持ってたりとか、あとスルーパスとかもないので、スキル追加その辺するとかなり守備安定してきそうですけどね。はい、続いてアメリカ代表のロビンソンですね。サイドバックの選手です。今回ワンタッチシュートがつきましたが、サイドバックなのでちょっとって感じ。スピード瞬発が圧倒的99でありながら、スタミナもねしっかり高いんですよね。まあ、ただもうちょっとと能力欲しいよね。足元高かったりとか、ディフェンスの能力高かったり、フィジカル高かったり、身長183センチあるのでサイズいいのでね、ちょっと惜しかったかなっていう感じです。あとはスキル追加、ピンポイントクロスしかもともと持ってなかったので、もうちょっと追加されたりとかあるという感じですね。まあ、スキル追加、まあ、足元とかパスはやや高めなので、まあ、どちらかというと、まあ、それを活かして、パス系のスキルなんかをつけると個人的にはいいのかなって思います。はい、続いてオングラ行きましょう。こちらはこんな感じの能力、トップ強化こちらも10上がりかな。スピードとフィジカルも兼ね備える系の選手ですね。パスなんかも非常に高く、まあプレーメーカーらしいかなと思うんですけど、まあ、得点力もちょっと欲しかったですし、あとは守備力、まあ、どっちかがあるとね、かなり特徴が出たんですけど、この辺がちょっと課題でしたかね。今回スキル追加スルーパスがついた点は非常に良かったので、ワンタッチパスをなんとかつけてあげたいところです。はい、最後はカレンスというセンターバック。まあ、スキルの構成だったりとか、あとはアグレッシブネス99、コンアン6などかなり光るとこもあったり、まあ、スピード瞬発も80超えるのでいいなとは思うんですが、ボールダッシュがね、90超えないのと、まあ、ディフェンスセンスも90に止まってしまうんで、もう 1,2 歩強化欲しかったですよね。あとは185センチと、まあ、身長と、あとはセンターバックのみしかできないので、まあ、サイドバックとか、まあ、中盤とか、いろんなところができると、まあ、サブポジとかいろいろあればスカットに入るチャンスもあったんですが、残念ながらといったところですかね。はい、ということで今回週刊 FP のレベマの比較やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、いろいろ言ってきましたけど、今週はやはり攻撃陣にね、注目選手が集まってますので、本当ディマリア、マネ、サラー、この辺を持ってないという方は狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとセンターバックでバイディをね、どうするか、まあ、マッチデーとかで使うならチャンスあるかなっていう。はい、ということでその辺ご検討ください。こちらのチャンネルレベマの比較はもちろん FP の予想なんかもね、動画出してますし、アイコニックの予想もおそらく明日出しますので、そちらも興味ある方はご覧に届いてみてください。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。